地位できるんですって見てるから分かるんですよ、はいはい、知ってる人だからね。いやいやいや、これで大井さんが知ってるんですよ。大井さんが知ってる。あ、だからあんま喋ってくんなかった。そうそう、ちょっと山って分かった。アスジュン、私はチラチラ見るぐらいだからも知らなかった。そう、ハクハツジュン、だからこういうルール知ってるんで私。あ、知ってた。サンマとかでこういうことでも私上がりたくて。そうだよね、俺は泣かしてもらえた。何にも切りたくなっちゃった。ダメだ。こんなんで良かったですか？良かったです。もうめっちゃ、もうポンされた時点でもめっちゃ面白い。だって切りが変だかな。これポンされたとこうまく編集するでしょ。ポンしますよ。あ、食い取られたみたいなことを言われて。初動はこれだったからね。なんかこさってやられた。なんか会社で、よし来たと思ったね。はい、ここ来て、もういい感じに来たって思ってた。これでも何？もう打っていただいてありがとう。あ、ありがとうございます。こちらこそ。なんか喜んでます。出るって楽しみにしてます。モズさんにこの仕掛けをさせて、まあ、あのプロのその反応を見るっていうドッキリの企画で第1号だったんです。ありがとうございます。第1号すいません、もうちょっと驚かなきゃいけないですね。ありかよみたいな。そんなありかよって聞いてないよっていうだけで、別にでも上がれたから。そうそう、はい、初めてだったんでこっち超緊張してたんです。なんか寡黙だなと思って。うまくこう手入んなかったとか。いや、ちょっと苦しかったんだよね。なあ、歌いちゃう。そうそう、とんないじゃん。そうそうそう、一生懸命壊せに行ってるんですね。まあ一応ほら、今月とちゃんとちゃんと風にね。これ難しい、このマージャンは。もうすぐ僕の動画知ってる可能性あるんで、メガネ変えてあのマスクまでしてて一瞬でバレる。一瞬でバレる。一瞬でバレるっていう。バレるよね、そりゃね。ダメ。マジで有名人なんだ、あんた。いやいやいや。あんたもう。で、まあどうぞ。私はいつも覗いてるぐらいなんですけど、そうすると真面目ずっと言ってて。本当ですか。出ませんか。撮って。結構笑ってます。くだらない。じゃあ、あのジングル。麻雀かっこいいシリーズ。
撮るのこれ怖いなぁ。そうか、中国の麻雀だってチーって言って先生さんがチーしてる。どういうこと？ついに頭おかしくなった。じゃあ俺本当これロンこれロンだったんだよ。ロンだった。マジで。これロンできたんだ。なにこれ。じゃあこれマジでこれロンだったの本当。どういうこと？こういうやつだったよ。ああこれ。ここロンだよね。ロンの方が良かった。ロンの方が。ロンの方が面白かった。ピンフで。ピンフでね。ああ、ピンフのペンだってたんですね。そうそうそう。でも言うことを真面目に手組んじゃったじゃん。どっちがいいのかなとか。これは恥ずかしいわ。いやしかも今日そのために古橋と同卓してないでしょ。確かに。そういうタグにしたのよ。しかも後ろの2人もかなり良かったですよ。ね、違う。もつづきさんがギャラリーも自然に仕掛け人みたいな感じ。知らなかった。知らないです。知ってたらだっておかしいです。チーっていやあのそれより先に上がったら面白かった。そしたらもう一曲やるんですよ。ピンフドラマージャンかっこいいシリーズ。